はい、皆さんこんにちは。今日はですね、この冬に私がいろいろトラブルに見舞われて対処した株がありました。その株たちが今どうしているのかということをご紹介したいと思います。まずこちらですね、真ん中に支柱が変な形で刺さっております。この株はですね、板付けにしてもう本当にだいぶ経っていた株だったんですが、急に調子が悪くなりまして、根っこがほぼ全部枯れてしまったという株でした。で、板付けから外しまして、改めてこのね、鉢の中で養生をしてみようと言ってた株ですね。根っこがもうほぼない状態で板付けをするのにどうしようかというアイディアも一緒にご披露させていただいた株になります。こちらの株、鉢に植えた時にはですね、1センチに満たないような根っこが数本あっただけで、全くね、鉢に固定できそうにないからということで、裏技をね、使って植えたものだったんですけれども、現在こちら見えますでしょうか。元気な長い根っこが鉢から飛び出してきてくれました。株元にもですね、さらに新しい根っこがぴょこっと出ておりまして、葉っぱはしっかり硬さがあります。まだ少ない限られた根っこではありますけれども、しっかりと水を吸ってね、元気になりつつあります。もともとついていた葉っぱがこの大きな葉っぱ3枚でした。で、まだ1枚も葉っぱは落ちてはいないんですが、一番下のこの古い葉っぱがですね、少し黄変してまいりまして、おそらくこれが近々取れるのではないかなと思っております。で、植え付けてからですね、まだ2ヶ月ぐらいになるでしょうか。それぐらいのタイミングなんですけれども、新しい葉っぱもこれだけ伸びてきてくれまして、経過的には順調ですね。真冬だったこともあり、ちょっとその処置がですね、うまくいくかどうかというのは確信がなかったものではあるんですけれども、結果的に現在非常に元気にしていてくれています。前回の処置の後ですね、管理方法としては温室の中で LED 照明をつけて、他の鉢植え株と同じように管理をしていました。管理温度はですね、下がった時で15度ぐらいになったこともあったと思いますけれども、基本的には最低気温を17度以上あるような環境で、昼間はですね25度近くなることがほとんどだったような場所で管理していました。ある程度温度を保てたことがね、この株には非常に良かったのかなと思います。そして、思い切って軸を切って着生材から外して、鉢植えでの養生というところにシフトチェンジしたわけですけれども、良かったなと本当に思っています。長く管理していますとね、予期せぬタイミングでトラブルが起こったりするものですけれども、私は緊急性がなければ春以外の植え替えとか、胴切りというようなものはやらないんですけれどもね、今回は時期を逃さず対処したことで良かったなと思っております。これがもともとですね、大輪の白花なんですよね。なので株自体は非常に大きくなるものではあるんですけれどもね、一旦こういうトラブルに見舞われますと、結構株のサイズがコンパクトになって扱いやすいサイズで成長してくれたりするので、それはそれでね、非常にいいと思っているんですよ。今後、この株がまたね、すごく元気になってくれたら、鉢を大きなものに植え替えるですとか、また改めて板付けにするですとか、この株さんとはね、まだまだ付き合っていきたいなと思っております。はい、そしてこちらがですね、結構この冬大騒ぎをしておりました、アンスラ・パレルモさんのですね、軸が折れてしまった株です。折れた箇所がですね、お分かりになるでしょうか。折れた部分の上と下でね、組織の質感が全く変わってます。折れた上の部分はですね、このようにかなりシワシワになってまして、この軸の部分にもね、黄変が始まっていたりしているんですけれども、なんとかね、生きながらえてるという感じですが、折れた部分の下というのはですね、葉っぱもピンピンでとっても元気なんですよ。で、この株に関しては春まで待って折れた箇所から胴を切ってですね、対処しようと思っていたんですね。で、このパレルモさんもですね、こちらの株と同様に温室の中で他の株たちと養生していてもらったわけなんですね。で水やりをしたりですね、様子は観察をしていましたってね。ああ、やっぱりここが軸が折れてるから水とかが行き渡らなくってシワシワになってきちゃってるなとか、そういうことはね観察してたんですけれども、実は重大な変化を見落としていたようで、つい最近、この1週間ぐらいですかね、気づきまして、声が出るほどびっくりしました。えって言いました。その変化がですね、ちょうど今ここにタグがありまして見えないんですけど、私もね、多分このタグのせいで見えなかったのかなと思ったんですけども、ここに根元から小かぶちゃんが出ていました。この軸を折ってしまった時に、まずその時3本出ていた花茎を全て諦めて切りました。そしてこの上の折れた上の部分ですけれども、これをねあえて切り離さず春まで放置しようとしたわけなんです。で、株自体は何を思ったかと言いますと、やはり花がなくなった、そして上の部分折れてしまってますので、軸が途中で中断しているわけですね。で、上に向かう成長のエネルギーを向ける矛先もなくなったということでですね、一層新しい方向へ伸びていこうということで、ここに小株を出してくれたわけなんです。うっかりしてましたね。てっきりこういった変化が訪れるのは春になってからかなと思って悠長に眺めておりましたら、実はもうこの株さんはですね、しっかりと次のステージに向かおうと行動を始めてくれていたということでですね、私がのんびりしていたことをちょっとね恥ずかしいと思うぐらいこの子が元気に育ってくれています。このアンスラ・パレルモさんってちょっとお高めのコチョウランなんですよね。品種がブランドというか小型の1000円ちょっとで買えるミディのコチョウランたちとは違ってですね、ちょっとお高めのコチョウランなので、小株ができて増えるっていうのはね、単純にやっぱり嬉しいですね。なんとかうまくしてこの小株ちゃんもね、いつか独り立ちさせて、1株増やしたいと思っております。なんならね、この小株が成長してその小株を取り外した後、この親株となっているこの本体からですね、もう1株ぐらいは、出してもらえたらなんてことを今欲深く思っております。こういった変化をね見られると、やはり生命力に驚かされて励まされますしね、いろいろ楽しく、ワクワクとこれからの展望を考えることができて、あ、これがやっぱり園芸の楽しみだなと思ってしまいますよね。はい、ということで今日はですね、この冬私がトラブルに見舞われて、結構慌てて処置していたあの子たちは今ということでお届けさせていただきました。この動画がいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。